長野県から世界へ発信型アイドルユニットサラレルドリームです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんでママさん入る。はい、ということでね、はい、今日はローメン祭りということでね、はい、私たちパラレルドリームは、はい、ローメン大使の方をさせていただいておりますが、はいはい、ね、ローメンね、あの皆さん今日もう食べたよっていう人、はい、食べた人、結構います。
言えます。あ、言えますね。パンケーキ食べてるね。ね、いいな、はい、ね、美味しいね。いいな。え、メンバー、あのローメン好きな人手挙げて。全員手挙げてなかったらおかしいね。ちょっと遅く入ったけどね。ちょっと遅かったけどね。え、みんなはスープ風と、うん、焼きそば風、焼きそば風があるけどどっちが好き？スープ派の人、スープ派の人。はい、スープ派好き。スープ派2人。2人。じゃあ焼きそば風の人。はーい。どっちもの人。あ、どっちもの人。どっちもの人。今日のローメンどっちなんだろう。今日は焼きそば風。今日焼きそば風。両方ある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 。で聞いたよ。じゃあ皆さんぜひ両方あるみたいなので、はい、焼きそば食べ比べだね。そう、焼きそばとそう、そう、スープ風と両方食べてみてください ね、ぜひ。はい。でその他にもなんかいっぱいね、なんか屋台とかあったんですけど、ね、さっき桜桜桜踊ってる時に、あの駒ヶ根ソースカツ丼のブースのお兄さんがすごい一緒に踊ってたの見えて。見えた、見えた。お兄さん踊ってきてくれた。すごい。ありがとうございます。お兄さんありがとう。はい、ぜひ皆さんの一緒にね。結構ね、真似しやすい振り付けになってるので、はい、ぜひね、遠慮なく踊っていただきたいなと思います。はい、はい、それでは、それでは、はい、それではね、はい、私たちパラディドリームは、はい、皆さん知ってるかな、 BC リーグ、うん、シナノグランシャローズってチーム、皆さんご存知ですか？知ってる方いますか？知ってる方いますかね？駒ヶ根の知ってる人。私たちパラディドリーム、実はそのシナノグランシャローズの公式応援団を4年で、そうです、やめていただいて、なんとね、そのシナノグランシャローズの公式応援ソングも、はい、歌わせていただいてるんですけど、なんとそちら、あの稲野球場、うん、はい、稲スタジアムか、うん、で、その前の稲スタジアムで、はい、フィールモーションビデオを撮らせていただいて、はい、結構、そう、思い入れのある歌なんですけど、ぜひね、皆さんにもお届けしたいと思いますので、ぜひ聴いてください。ファイトビクトリー。行くぜ、ファイオー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 、シナノグランシャローズ。今らはラスアスリオン、勝利をこの手に。一つ一つ積み重ねていけば、リーグ優勝
しのあふれる素敵なお寺だよ。伊那ローメン春祭りということで、その祭りにちなんだ一曲になっていて、アゲアゲソングだね。そう、皆さんと一緒に私たちあの盛り上がれる一曲となっているので、皆さんが、ね、そう皆さんいっぱいつけちゃった。とりあえず会場全体だね。はい、はい、あの一緒に掛け声があるので、うん、やってくれたら嬉しいなって思います。お願いします。お願いします。はい。それでは聴いてください。マチリング、you
かける通して聞こえてた、いろいろ打ち合わせの内容全部聞こえない、聞こえない、聞こえなかった、聞こえない、聞こえない、次何言うとか、はい、次の曲はミカちゃんが教えてくれたんですけど私たちの楽曲の中で、はい、やっぱり一番歌ってる曲からね、そうなんだね、パラドリのライブにね、何回か来てくださってる方は、うん、なんか聞いたことあるみたいなね、あるかもしれないんですけど、はい、ぜひね、初めて聞く方もすごい盛り上がれる一曲なので、ぜひ皆さん手拍子等で一緒に盛り上げていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは聞いてください、ダンガドリマー。ボン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 、
一緒に回ってくれてありがとう。ありがとう。超可愛い。ねえ。どうしよう。ねえみんなありがとう。ちっちゃい子が一緒にこうやって一緒に。可愛かった。走ってくれてね。ねえありがとう。はい、ということで、とってもね、いい香りがこの会場に広がっているんですけれども、すごい、お腹空いてきたね。はい、ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。ではでは、はい、あのですね、はい、うん、私たちパラレルドリーム、はい、あの最初のね、セレモニーでもお話しさせていただいたんですけども、はい、なんと、6月21日に、はい、キングレコードよりメジャーデビューします。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんの拍手嬉しいです ね、ありがとうございます。はい、今日はね、はい、そんなメジャーデビューシングルの、はい、この曲をね、ちょっとだけ、はい、ちょっとだけはい、あのお見せしたいと思います。こちらの曲なんですけども、はい、すでにあの先行予約が始まっております。そうなんですよ。そう、楽天市場サイト、そして Amazon にて、うん、はい、ご予約の方できます。ぜひ皆さん、はい、ネットからの注文、そしてこの辺だと、この辺だと、うん、南信のツタヤさんですね、はい、ここだとツタヤ稲田店さん、はい、そしてツタヤ小間店さん、ツタヤ箕輪店さん、そしてザコシ店さんにて予約で、はい、ができます。こちらで予約をねしてくださった方には、はい、なんとあのメンバー10人いるんですけど、はい、10種類、各メンバー1種類ずつの、はい、うん、全10種類のブロマイドがランダムで、はい、盛りだくさんです。バイクの位置盛り、はい、こ、はい、のブロマイドランダムで、はいはい、予約特典ということで、はい、付けさせていただきたいと思います、はい、また今日の物販の方でも、はい、あの先行予約の方受け付けておりますので、はい、ぜひ皆さんね、ゲットしていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゲットしてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。温かい拍手、こちらね、温かいね、私たち1万枚の、ね、売り上げ目標に頑張っておりますので、はい、ぜひこの会場にいる皆さん1人1枚でもぜひ、はいはい、ご協力いただけたら本当に目標に近づけるので、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。税込み1000円となっております。はい、税込みで1000円なので、はい、ローメン食べ放題と一緒かな。そうですね、前売りのね、前売りの ね、はい、ポスターとか、うん、なんだチェキ、うん、はい、一緒に撮れたりする特典も今日つけると思ってるので、はいはい、ぜひこの後よろしくお願いします。うん、お願いいたします。お願いします。それではパラレルドリームのこのライブ、あの2回目もあるんですけど、1回目のステージでは次でラストの曲になります。ラストはね、今ゆかちゃんが紹介してくれた、はい、私たちパラレルドリームのメジャーデビューシングル、はい、ワンソウルを少しだけお届けしたいと思います。皆さんしっかり耳を澄まして聴いてくれると嬉しいです。それでは聴いてください。ワンソウル、ララワンモアタイム、ララワンモアチャンス、一人you
お披露目させていただいたのは一番5位となっておりますが、はい、はい、ちょっとずつ、うん、ちょっとずつ小出しにしてね、2番、ちょっと2番まであるので、この曲、はい、ぜひね、最後まで聴ける日まで、ぜひ皆さん、応援し続けていただきたいなって思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひね、こちら、初回限定版、予約分には、なんとボーナストラックで、1曲プレゼント、特典入っておりますので、ぜひ先行予約でゲットしていただきたいなと思います。それでは皆さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。以上、私たち長野県から世界へ発信型アイドルユニットパラレルドリームでした。ありがとうございました。